皆さん、ヤッホー陸チャンネルのあらみです。明日は2月14日好きな人にチョコを贈る日、バレンタインです。ルイもお菓子を贈ろうかなって思って、好きな人にね。で、まあ好きな人っていうのはロッキー、リク、レイに作っていきたいと思います。犬用のおやつですね、おやつ、お菓子ですね。で、あとお父さんにもあげるので、まあお父さんのもちょこちょこね、一緒にやりながらお菓子作りをしていきたいと思います。まあ、バレンタイン当日ですね、皆さんは誰にあげましたか？それとも誰にあげますか？ぜひコメント欄で書いてください。で、今はね、全部動画一人で撮ってるので、まあちょっとカメラアングルとか下手くそな時もあるかもしれないんですけど、ごめんなさい。じゃあそれではバレンタインクッキングスタート。もうね、いろいろね、こっちでさっきからバタバタ準備してて、ロッキーたちのはまだ何もやってないんだけど、お父さん宛てお父さん宛てのお菓子の準備をしてて、見て、もうここめっちゃごっちゃごちゃなんだけど、ごめんなさい、すごい汚いですね。パウンドケーキ焼いて、スノーボールクッキーの準備して、マドレーヌの生地も用意しました。これも一緒にやっちゃいます。そう、今日のね動画、本当はロッキーたちのお菓子だけ動画でやろうと思ったんだけど、もうせっかくやっちゃってんで、もう一緒にやっちゃいます。でもこれはオーブン予熱しとこう。これがスノーボールクッキーのオーブン、60度に予熱してる間にロッキーたちのみんなが大好きバナナクッキーとバナナケーキをね作るので、その準備をします。これ細かく動画で一回やってるから、どっちも気になる方はそれ見てください。見てください、この真っ黒バナナ。これね、前にコストコで買ってちょっとギリギリなんでこれ使います。あ、見てほしい、ちょっと今のロミの足元見てほしい。今普通に立ってるように見えるじゃん、見て見てください、ロミの足元、本当に見て、大渋滞です。挟まれてんの、ロイの足の間にロッキーいるじゃん。でレイも左足潰されてるし、身動き取れない状態なんで、食べ物のねことになると来ちゃうんですよね。友達に会えないので、今自由登校期間で登校日にあげます。だから今日は本当にうちの人だけって感じ。はいはい、バナナを潰します。これね、いつもロミがやってるのが、嫌いな人とか思い出しながらやるとね、ストレス解消にいいですみたいな料理番組の人が言ってて、確かにと思って。嫌いな人いないんですけどね。そしたら、アイロッキー、邪魔、早いやつって、オリーブオイル、これも顔見えないですね、こっち、ちょっと中腰になりながら。あ、ちょうどいい、椅子ある、よいしょ、ちょうどいいですね。こういうの目分量なんですよね、こういうオリーブオイルとかは。普通の油だったら犬はねちょっとねダメなんですよね、あんまり。でもオリーブオイルはマジで体に良くて、そんないっぱいじゃなかったら全然大丈夫なので、入れてます、いつも。よし、こんなもん OK。 で、今からロミが一番嫌いな作業、ハンドミキサーを使ってこれ泡立てていくんだけど、一番嫌いなのこれ、めんどくさくて、なんだろう、待つのが嫌なんだよね、ふわふわになるまで。卵がコンセント遠くてさ、ここでやんないとダメなの。よし、見て、あっという間にふわふわ。そしたらこのバナナたちを入れて、うわっ、はい、倒しちゃいましたカメラ。やっぱね、まだ不慣れだからロミ。じゃあちょっともうケーキの生地できるまでスキップしますね。じゃん、生地完成。見て、めっちゃいい感じ。これ犬用だから砂糖とか何も入れてないんだけど、人間用にしたかったら砂糖入れるというの、めっちゃ美味しくなる。はい、今からねカップに入れていくんだけど、多分ね6個分くらいなんの。マジでね、これが美味しいの。砂糖入ってないのにロミ食べると美味しく感じるから、マジでおすすめです、このケーキは。作り方ぜひ見てください。で、こうやって生地を入れていきます。あ、で結構ね動画のコメント欄とかで、学校の男子とかにあげないんですかみたいな来るけど、あげないです、本命がいないので。あげたこともないですね。いい感じ。なんかだからロミは身内の男子にしかあげないです。ここにいるね3匹男子がいるから。
はい、こんな感じでできました。はい、じゃあもうオートミールクッキーのね、生地ができたんで、これを丸い形にしてクッキングシートの上に並べます。で、さっきのケーキの生地もうね、予熱できたんでオーブンに入れちゃいました。今焼いてます。お、見えるね、ちょうどほら今膨らんできてるところですね。で、いつもね、サイズが2個のサイズをね、作るの。まず陸でも食べられるくらいのちっちゃいサイズ、こんなちっちゃいサイズをこうやって作ってって、次はロッキーたちが食べるくらいの大きいサイズとか、この手のベトベトが嫌なの、爪にも入るし。でもね、レイとロッキーとリクのためだから。じゃあここから早送りね、パパに任せます、編集で。パパ、ちょっと手伝って、これもう一枚出してほしい。こんくらいの大きさ。これ。こんくらい。これ。うん。オッケー。オッケー。うん。はあ、終わったー。そしたらこれ200度のオーブンで焼くんだけど、まだカップケーキができてないので、バナナのできてからこれオーブンに入れます。そしたら、あ、そういえばね、スノーボールクッキー焼けたの。ほら、ピントピント合ってんのかこれは。はい、めっちゃ美味しそうなスノーボールクッキーです。1個味見したいけど、あ、スノーボールクッキーで最初やろう。袋の中にこれを入れて、粉砂糖をここに入れる。で、そして粉砂糖がちゃんとくっつくように、穴開かないか心配なの。めっちゃ美味しそう、見て、こんな感じです。美味しそう、一個食べてみよう。いただきます。めっちゃうまい、やば、めっちゃうまい、マジ。よし、そしたらマドレーヌ、ね、コッタで買った型を使います。これコッタで買ったの。ここにバター塗って、生地も作ってあるから型に入れるだけですね。で、バターちょっと温めたやつで、さっき手洗ったから指で塗っちゃいます。友達とかにあげるときはさすがに指で塗んないんだけど、まあ、お父さんなんでまあいいかなみたいな、こうやって指で塗っていきます。よし、完璧。で、生地がこんな感じ。焦がしバターのマドレーヌです。美味しそうでしょ、これ。これを絞り袋に入れて、生地に入れる。はい、こんな感じで絞り袋に入れたんで、型に入れます。アングル変えようか。こうやって入れてきます。次、ハート型。ハート型がね、ちょっと大変なんですよね。はい、完成しました。全部焼き終わった。待って、全部じゃない、マドレーヌ今焼いてんので、焼いてる間にラッピングしていこうかな。もうロッキーダメ。じゃあ最初はこのカップケーキにこのクマの耳をつけます。これ形が綺麗なのにしようかな。かわいい、見て、え、超かわいいよね。これロッキー、リク、レイにします。で、クッキーは箱に入れます。で、箱ね、これさ、もう一個買っとけばよかった。2つしかなくて、だから1人ロッキーでいいかな。ロッキーはこれ、この箱にします。ちょっとかわいいね。で、ここにこの焼けたクッキーを詰めていきます。あ、こんな感じです。めっちゃかわいい。で、これを3人分やっていきます。見て、これだけすごい高級感ありますね、これロッキー。できました。これクッキー3つ分完成です。で、あとカップケーキここに入れて、見て、はい、ロッキーたちの完成です。クッキーにカップケーキ、やばい、超かわいい。で、これ3匹分作ったら OK。ギュギュになっちゃったけど、めっちゃ可愛くない？スノーボールクッキー。
こっちのマドレーヌも完成して、パウンドケーキももう、どっちも同じこの透明のラッピング袋に入れていきます。はい、カット。見てください、マドレーヌこんな感じ、ちょっとちょい焦げちゃいました。で、あとこのねラッピングもできたので、これは明日あげます。はい、見てください、ロッキーたちのバレンタインのお菓子です。あ、食べたい食べたい、食べる、なななななアバホ。よし、じゃああっちで3匹にあげてきます。食べる、はいはいはい、待って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 、ロッキー、はい、待って、お座りして、お座り、はい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 、もうダメだ本当に、はいはい、待ってね、そんな興奮持ってない男だよね、こういうのってね、バレンタイン見ただけで、はい待って、はいはい、お座りお座り、はい落ち着いて、待ってレイはラパタしない、ラパタしない、待って落ち着いた、じゃあ最初カットケーキね、はいはいはい、分かった、急いで出すから待って、あーもうラッピングなんかしなきゃよかったこれほら見て、お座り、待て待て、ほら可愛いでしょはい、分かったよ、あげるよ、待て、はい、リク、いいよ、はい、ロッキー、いいよ、はい、レイちゃん、いいよ、はあ、見て、ロッキー、よだれやばいよ、はい、で次、クッキーね、はい、お座り、お座りして、はい、待て、見て、こんな可愛い箱を開けると、はい、ハッピーバレンタイン、クッキーだよー、リクちゃん、はい、ちょっと、はい、ロッキー、レイちゃん、おいしい、はい、おいしい、はい、はい、最後、はい、リクちゃん、はあ、はい、ということで皆さん揚げ終わりました。いや、作ってる時も大変だったんですけど、揚げる時の方が何倍も大変です。でもね、もう飛び跳ねるくらい喜んでくれたから、作った甲斐あったね。うわー、レイの頭にロッキーのようだ、はい、じゃあね、またね、犬用のおやつ作りとか見たいよって思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日ロミ、全部一人で撮って見づらかったと思うんですけど、またね、やってほしいという方もグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。おいしかった、おいしかった、ハッピーバレンタイン。 He held her close under the moonlight as they kept on dancing.Singing their love song, and they sing it kind of beautiful.